皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメ推しの子シーズン2第12話の視聴者の反応を紹介していくわよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。始まります。推しの子第2期、始まるぞ。いきなり舞台から始まるのか。2.5 次元。あ、これ前期ラストの 2.5 次元演劇か。これを試写会で映画館で見たんすよ。最高だったぞ。急に始まる東京ブレード編実写で言うならば、刀剣乱舞の舞台みたいな感じだね。先行上映は見たけど2回目も楽しみ。私スターライトしちゃいます。始まった。やっぱ色使いがいいな。2.5 次元始まったぞ。始まった GEMN の最高かっこいい素敵。エッツアームスマイル。原作で一番好きなところが始まった。東京ブレード始まった。視点が、変わらない？推しの子始まった。ご覧になられてる番組は推しの子であり東京ブレードです。刀魚的な？普通にこの時点ですごい。始まった。楽曲、かっこいい。すっごい刀剣に見えてくる。ライブ見てる感じ。演出凝ってる。番組間違えたかと思った。キャラクター演者紹介シーンここマジでかっこいい。キャークアー。やばい、2.5 舞台の解像度高すぎる。ミュージカル、舞台見に行ってるみたい。東京ブレード、タイトルロゴがどん違う。始まった OP 主題歌ファタール最高。OP、東京ブレード定点カメラありがたい。ここのメムチョスコスコ。大事、ここ好き。オタゲイする赤ん坊はどこへやら。アクアのオタゲイ好き。OP だけでこの画力の暴力よ。OP に北見達也氏入っている時点で作品出てこないかと思う。オープニングだー。いや、おかしいんだよな。ここいいな。また始球式とコラボ確定かな。パユリ AOB 小町よ。B 小町イチャイチャ。オープニングあまりに良すぎるな。つくよみちゃ。生きてるやんけ。推しの子2期始まった。オープニング見るの3回目だけど号泣しとる。OP 最高すぎる。基本設定放ったら歌詞で本格的なのよねわら。OP かっこよすぎ、めっちゃ好きですわら。あ、そこまでやるんだ、ルビーやみ落ちするやん。うわぁ、OP 上がるー。星のルビー萌え。オープニングから鳥肌。主題歌、北見達也のユニットか。オープニング3度目の視聴で3度目の涙。このオープニングにこの曲全身の血がかき立てられる感じやばい。オープニング神がかってる。2.5 次元の舞台ってこんなすごいの？舞台そのものが愛の死そのものすぎる。いきなりフィクション宣言。一枚絵の書き込みがえぐい。フィクションじゃないと困るわ。ドキュメンタリーかな？あかねちゃんかわいいよあかねちゃん。この入り方いいよな。有馬かな。あれから4ヶ月。店長さんたち前列やん。ルビー好きだ。推しの子ってやっぱいいなって噛み締めてる。そういや彼女できたんだっけ？ゲッター。ショボーン部は、天国で見とけよ見とけよー。見ててね、ママ。ほーん。設定がヒプノシスマイクっぽい。それって違法なマイクのそれですか。発行部数5000だと、現実世界だとどれくらいだろうか？連載中で5000万部なら南の帝王クラスか誰がマンダハンなんだ？台本。紙の書き込みよ。愛によく似ている。アカネタソー、マナカタソー。アカネちゃんとアクア、良いな関係が。演技に情熱はない。ないよ。普通に岩見さんの演技いいなぁ。原作、我慢して読んでないからめっちゃ新鮮に見れるわ。ラララい。やっぱりそれ目的よな。あ、地方の壁、こっちレイジからやん。クズ男女の敵。情熱などない。アカネちゃん今期も可愛い。スイッチ入ったな。ここの行こ。でアカネの目が変わるのすごい。小さい星がある。あ、やっぱりアカネの美女優勝してますよね。僕もそう思ったんですよ。クズ男女の敵って思いまするビー心の俳句。アカネが隣に座る時の質感がすげえ。岩見ボイスめっちゃ好き。この髪かき上げるアカネ最高。新宿はずっと無法地帯だろ歌舞伎町。形や目つきから入るような憑依型の演技するのは好きよ黒川アカネ。情熱ないとかよく言うわ、アクア。ただのサラリーマンっぽいけど演技の癖がすごい。今、丸尾くんみたいなのがいたね。どことなくココナが話してるように聞こえて仕方ねえわこのシーン。総合プロデューサー怪しい。代表の声は鈴村健一。あーあの棒読みか。メルトすげえやん成長しとるやんおん。下手な子いないって言われるの嬉しいメルトくん。新旧若き天才対決。金田一というと、どうしてもじっちゃんの名にかけての方がちらつく。メルトくん成長してる。バッチバチかな？この茜を演じる岩見さんってすげえなー。没入型、憑依型、適応型いろいろ。かな？劇版よすんぎ。スイッチの切り替えすごい。バチバチやん。有馬かなは重曹を舐める天才子役だから平気平気。おお、本当に演技で殺した。好きな稽古シーン来た。メムチョみたいになるところだった。主演、ウッパー茜宿らせるのすっぽ。内山幸輝くんさん。内山くん。19歳かこいつ？やっぱり茜役でのマナチボイスたまらんな茜かわいすぎる。スイッチ入った。こうする天才。かっけー。キャー、姫川さん。メルトキューン。
試写会で見た時から、ここの演出クッソ好きなんよ。絵の具バッサー。東京ブレードはバトルものか。覚醒かなちゃん良すぎる。スプラってきた。これスプラ？天才二人の化学反応が周りの演者にも波及していく。演技スプラプーン。演技にキレが出てきましたね。新車で事故ったイメージになった姫川。内山幸喜くんは本当に演技が上手いですよね。推しプロだから収めれるこのショット。赤ちゃんのスイッチ入るところかっこいい。本物の演技は第三者の視界も変容させるってことですね。アニメならではの演出素晴らしい。熱入ってんなー。舞台稽古でここまでやってくるか。はぁはぁ、有馬かなの荒い息遣い。斬新な表現だ。さすがっすね。かなかわいい。怖い。かなちゃんオタクが出てる出てる。メモメモ。またメモってる。推しの子ヤバすぎ。色づいた。アクアだけ別のこと考えてそう。かなちゃんの演技にみんなびっくりしてるの嬉しいですね。勇気爆発して本当の分身しそうな声が聞こえた。ロングヘア茜めっちゃ可愛い。ずっとクソで片目息ついてるよすぎて。エアっというまだ体感早すぎヤバすぎ。スプラプーン演出ええやん。ここのハンさんの演技本当に有馬かなが演じてる感じあるのすごい。二重の演技ってめちゃくちゃ難しいのに。なんやねんこれ。なんだよ、この CM。 なんだこの CM。 さらっと新刊の表紙初めて見た。表紙やば、待望の赤かなみんな待ってた。公式から公共の場でのネタバレ禁止令が出ました。メルト、服かわいすぎ好き。集英社の CM 草。原作の CM 草なんだがアベマ。3日目。舞台ってそんな感じなんだ。茜が現役 JK ってことを思い出せる制服姿。先盛り。SAKIMORI。先盛り先盛り先盛りで打ったら真っ先に出てきておっとなった。風成翼とも呼びます。共通点などでグループを作るのが人の差が、お一人様を貫くのが我らがアクアくん。そして彼氏。ぼっちである。アクアぼっち。ぼっちちゃん。溢れ出る陰のオーラがすごい。孤立してるアクアマリンも好きだよ。SHIT。おいおい可愛いかよ。可愛い。茜可愛すぎ。重曹ちゃん時代。前世紀。適応型の演者である有馬かなさんは周りが輝くほど自らも輝く月属性であると。マジで可愛い。ふくう。ふくう可愛すぎんだろ。ふくれっつら可愛い。むくれる茜最高。2期は冒頭から黒川茜がいてめちゃ喋るし嬉しい。ふくうが可愛すぎる。ふくかをありがとうございます。アニメで見る茜のふくうは可愛すぎる。岩見ちゃん、いい演技するよな。元になる演技がないとこの程度にしかならない。アクア、演劇でもぼっちなんか。影の者アクアさん嬉しそうな茜ちん。一人になっていく。語り出した。イメージ違う。負けヒロイン。茜の口から私の彼氏ってワードが出るだけで胸に来るものがある。負けイン。岩見さんの持ち役である負けイン。僕は茜ちゃんも好みですよ謎アピ。バカな、負けヒロイン担当はなお棒なはず。あるある忘れられるヒロイン。解釈違い。原作とだいぶ違うわ。あるある。ここもめっちゃ好き。茜がさや姫のこと好きっていうとこ。あらら今流行りのキャラ改変タイムリー。原作改編は見る側としてもね、含み。解釈違いです。大胆な原作改編はひどいよ。そっか脚本が舞台にいいように解釈されてるのか。キャラの人格を都合よくアイコンか。これやると原作ファンバチクソ切れますのでお気をつけくださいね。あーもう黒川茜が可愛すぎて何も話入ってこねえよ畜生。原作者 OK 出してるのか。平脚本か原作者対立案件。原作と違うはダメダメ。原作改編とはまたタイムリーな。岩見さん当番会だなぁ。耳が幸せ。私も原作のさや姫の方が好き。殺戮大好きクレイジー。茜が言うと怖い。笑い。原作と脚本の話だ。拳上げたのは、アクアと有馬だし愛がいたのは、アクアと有馬の間だよ OP の話。茜の演じ分け、説得力あるな。先般だ。黒川茜最高アニメーション。原作改編問題、最近どこかでありましたね。原作の先生、それで本当に OK 出してますかね。これが原作改編か。原作はこういうの意外と OK 出してないぞ。原作者もやってくる。小野 D じゃん。刀剣みたいにゲームとミュージカルは別世界でいいじゃない。このアニメまたタイムリーにセンシティブなネタぶち込んでるな。来たぞ。原作からの脚本改編第2期のテーマの一つだからな。90倍はマシ。それと比べるな。あれと比べるのは、比較対象が、茜が戸惑う展開、そういやあったね脚本か。今日は間はひどかったもんね。今日は間よりはマシ。ソークワークは。今期、負けヒロインが多すぎる。懐かしき今日は間。直球すぎる。これは言いづらい事案だよな。キャラクターが気に入らなければ責任者に物申せばいいじゃない。ああ、分析力が逆に枷になることもあるのか。ビジュアルの時点でキャラが違いすぎる。原作改編の話、リアルよな。
解釈違い解釈不一致がきつい殺戮大好きクレイジーさや姫。原作は内気、舞台キャラ設定は好戦的になってしまったさや姫。尺の問題か、やっぱり。原作改編は原作中から批判来るぞ。尺がね。わかるー、この体験何度もあるー。それで面白くなる作品とクソな作品になるのが問題なのよね。メディアごとにできる表現が違うよね。ゆっくりブレード。本当に君はお人よしだよ。2時間内に多くのキャラを表現して対立構造で見せ場を作る脚本家の苦悩か。原作の改編。物語の歯車になることも演者の仕事か、世知辛いですね。変更理由を説明してくれるのありがたいのよな。作者来たー。作者陰キャすぎる。吉祥寺先生好きだわー。コミュ障。キャッキャ。吉祥寺先生。脚本家、演出と原作者の話とか、またタイムリーな、まあこっちは面白いんやが。下手な演技をした演者は原作者の敵、いいね。そして原作改編した相手にはこの顔である。塩対応。暴れすぎてたから。反省して努力し成長するホントメルト好きやで。ブレードの作者さんすごいコミュ障。かわいいな作者。かわいい。今のシーン、普通なら嫌われてるのかな？ってなるとこなのにそうならないの。やっぱ茜ちゃんっぽくて解釈通り。一ファンになっちゃう原作者いいよね。さて、キレるぞアビコ先生が。ぶっこんできたな。舞台挨拶でもキャストさんが言ってたけど、脚本家ゴアがオノディーマンマなんだよな。全部？アヤネル演技エッグ。キャスト、脚本って今からでも直せますか？全部。OED 曲は羊文学だ、みんなも見よう平家物語。原作者はこうでないと。原作者 OK 出したけど、実際に見たら考えが変わったパターンなのか、それとも振り回されるパターンなのかどっちだ？推しの子、本当に偶然なんだろうけど、原作脚本問題タイムリーすぎて怖いくらい。ゆらゆら提供。今期は有馬かなと黒川茜の戦いで、ルビーは出番少なめ？寂しい。舞台だと、有馬のような役者の方がライブ感があって映えるのかな。そして尺の問題によるキャラの解釈難しいね。平山環奈一人作家。強強だ。2期も楽しみだな。アビコ先生の全部でよえーってなった。推しの子がちょうど 2.5 次元舞台編で内容的にもセクシーた。3の一件でかなりアニメ化に慎重にならざるを得なかったと思われる中制作して放送してくれたことに感謝。アビコ先生やばいって1期もそうだったが ED の入りマジ鳥肌バカ立つって。本当に良かったです。有馬かなの演技が本当すごくて。鳥肌と涙が止まらんて、大好きだ。うわ、大塚さんたちが言ってた全部ってそういうことか、すっきり。一気と ED が自然にフェードインして鳥肌が立った。いやー、期待以上の映像とお芝居でよだれ出そうだった茜にとっては東京ブレード編が一番の見せ場みたいなところあるから可愛く書かれてて嬉しい原作ファンは私です。推しの子はメディアミックスの抱える問題を如実に表しているわな。一気ではリアリティショーでの誹謗中傷、二気では原作者と脚本家の問題。終わり方が怖すぎる。クックックー、なんて可愛らしいですね。黒川さんは壁にぶち当たっている。脚本家の考えを知り舞台装置の自分を知る。自分は意見する必要はないとは、なかなか厳しい現場です。そして原作者は超厳しい。神の意見は本物だ。原作勢だから分かっちゃいたけど、このタイミングでこの話は胸がえぐられるな。あと羊文学が死ぬほどかっこいい。そういえば、原作者と実写化の間に横たわる祖母ってちょうどリアルタイムで話題になってますよね。たまたま旬を捉えている。相変わらず作品運がお強い。重曹ちゃんと姫川大茜とアクアみたいな流れなので、この後の盛り上がりに期待。初回からアビコ先生のぶっこみきたしねわら。しかし何より茜ちゃんのリアルククが可愛すぎた。今回の動画はここまでよ。これからも私たちの今期厳選アニメの視聴者の反応を紹介していくから、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいぜ。高評価とコメントも待っているわよ。よろしくお願いね。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。